黒岩明は1980年代に活躍した日本のスピードスケート選手で現在は日本スケート連盟強化副部長。現役引退後は西武ライオンズ球団代表を務めた経歴を持つ群馬県東郡妻子井村出身。妻子井村立館又小学校の頃からスポーツは得意だったが唯一スケートだけは同級生の女子に勝てなかった。中学校で スケート部に入部2年生の時に軽井沢で行われた大会の500メートルで45秒8の記録で優勝中学3年の時には42秒8の群馬県中学記録を作った群馬県立妻まご高等学校に進学1年の時にインターハイの500メートルで5位2年の時に優勝したレイクプラシットオリンピック出場を目指したが逃している 先週大学小学部に進学、1年次に全日本、スプリントスピードスケート選手権大会で優勝、世界スプリント選手権では6位となった。2年次の世界スプリント選手権では怪我の影響もあり8位に終わったが、3年次の世界スプリント選手権では、総合優勝を果たした。4年次の1984年サラエボオリンピックでは、前年の世界スプリント選手権に、 日本人初の優勝を果たしていたこともあり、男子500メートルの優勝候補に挙げられながらも10位に終わり、北沢義弘の後陣を敗する敗北を起死した。この時、アウトレーンスタートだったことや、降雪による天候不良により競技の開始が遅れたことなど、黒岩にとっては不利な状況も指摘されたが、それらについては一切コメントをしなかった。この時黒岩は、 1964年、東京オリンピック男子マラソンで、銅メダルを獲得しながら、その4年後の1968年1月に、もう疲れ切ってしまって走れません。とうとう衣装を残して自殺した、つぶらやこうき吉の気持ちがわかったという。後年、毎日のように、スケート担当記者から、オリンピックでのメダルを期待する取材を受けたことが、ストレスになっていたことや、 ライバルにプレッシャーをかけようとして最終調整をすべき時期に世界記録を出そうとスケベ根性を出してしまったことを明かしている。決勝本番では滑走しながらまるでゴム人形を操っているように体が自分のものではなくなってしまうような感覚を初めて味わったという。レース後の記憶も曖昧で4日後の1000メートル決勝までの調整やサラエボの街の記憶も残っていない。 1983年大学卒業と同時に西武鉄道の実質的な親会社である国土計画に入社。入社前には堤美義明を直接訪ねている。サラエボオリンピック終了後は当時あまり取り入れられていなかったメンタルトレーニングを行い実業団スケート部の選手として第一線で活躍。26歳で迎えた1988年。 カルガリーオリンピックにおいて、この時くしくも4年前のサラエボゴリンと全く同じアウトレーンスタートであった。しかし黒岩はその男子500メートルでは36秒77の自己ベスト記録を出して3位入賞、ようやく悲願のオリンピック同メダリストとなった。世界スプリント選手権では、1983年大会、1987年大会と2度の、 総合優勝を飾った。1988年に現役を退いてからは、同チームの監督に就任し、中長距離の第一人者となった白畑圭氏などを育てる。1998年長野オリンピックでも、スピードスケートのコーチとして同行した。国土の観光部広報課長補佐を経て、プロ野球、西武ライオンズに出向した。広報課長、 運営部長を担当した。このライオンズへの出向により、国土スケート部監督を退任、白旗低迷の原因となった。黒岩本人もソルトレーク五輪に向けて伸びるであろう、白旗を一人にしてしまったことを後悔している。2000年9月13日に松坂大輔が起こした無免許運転、駐車違反などの不祥事には、身代わりとして警察署へ出頭した。 しかしその隠蔽行為が写真週刊誌に報道されたことにより、松坂は道路交通法違反、黒岩ともども犯人隠避の疑いで東京地検に書類送検されている。その結果、略式起訴により松坂は罰金19万5千円、黒岩は罰金10万円の略式命令を受けた。球団職員が駐車違反の隠蔽に関与していたことから、 当時の小野球団社長及び黒岩は責任を取って辞表を提出するにまでに至った。2004年にはライオンズの球団売却問題に直面した。2004年12月より西部球団代表に就任。堤義明オーナーが優化証券報告書寄贈問題で辞任した球団運営が難しい時期でもあった。2007年1月16日付で球団代表から プリンスホテルに、人事移動、新高縄プリンスホテル営業支配人に就任。プロ野球の裏金問題で、2007年5月18日付で、人事部付へ公職となる。2007年7月15日付をもって、プリンスホテルを退社。スケート界への復帰の意向を明らかにした。日本スケート連盟会長に就任していた。 橋本聖子から依頼されて、2008年4月1日、付けで富士急行スケート部監督に就任。2014年ソチオリンピックでは、コーチに就任。2015年より、日本スケート連盟スピードスケート協会副部長に就任。2018年ピョンチャンオリンピックより、公益財団法人日本オリンピック委員会の JOC スケート種目アシスタントナショナルコーチを、兼任。 ありがとうございます。